けど、まなかちゃんのサプライズケーキを出そうと思って。イエーイ、ケーキ食べれる。しかも噂に言うとちょっと大きめらしいです。やった、豪華。何ケーキ？ショートケーキがいいな。ショートケーキにお願いしました。やった、お使いお願いしました。やった、ショートケーキだって。うわ、私ここのケーキ好き。本当ですか？待って、見に行ってこよう。ケーキが来ましたよ。え、超美味しそうなんだけど。アヤノさん、ぜひ持ってきてください。いいの？はい。プレートが私の好きな超美味しそうなんだけど。プレートまで食べようとしてる前に。ちょっとこれ、主役を足し足しおいて。じゃーん。これをサプライズしたいと思います。そろそろ楽屋に突撃したいと思います。お、よしよしよし。ねえ、出てきちゃった。最悪じゃん、マジかよ。マジかよ。え、楽屋にいて。いや、ちょっとなんか多分まなかちゃんは知らないふりしてくれるんで。めっちゃ気まずみたいな顔して戻ってる。え、マジか。さん、こっち来ないよ。いや、大丈夫、まなかちゃんはやっぱあのバラエティ精神で。そうそうそう、あ、やばい、ろうそくめっちゃ垂れてる。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー。楽屋、あの、出てきて、まなかちゃん。まなかちゃん、映っちゃいけないものがいっぱいある。ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとう、まなかちゃん。ありがとう。はい。おめでとう。イエーイ、ケーキです。みんな前に出てくるんだ。何そのカーテン閉めて。ショールーム、ショールームしてるからさ、カーテン閉めて。おめでとう、まなかちゃん。おめでとう。ねえ、あのさ、来たよね、劇場内。え、なんで来るの？察してよ。本当だよ、サプライズだったのに。ね、ね、ね、ショールームするって言うから、え、遊びに行こうかなと思って行ったら、あやなさんが超笑顔で聞いてこれ自分だって思った。あ、一回戻った。おめでとう。18歳だね。お弁当より気になる。大、うん、大まではいかないけど成功しました。でも、まあ、まなかちゃんも察してたと思うのであれですけど、よかった、お祝いできて。